アントニオデ・アロスイデリウスアントニオデ・アロスイデリウスは、スペインの貴族、軍人。アロス公爵、マジョルカ帝徳、貴族の家系出身で、父は、ジョセップ・ダロスイデ・フェレール。母は、マリア・グラシアデ・リウス・イデ・ファルゲラ。兄、ホセ・フランシスコデ・アロスイデリウスは、プエルトヌエボ公爵、ベーベール子爵、バルセロナの統治者、アルカルデ・マヨール、王立の大審問院の長所官。 カタルーニャ君主国の管理顧問。アントニオ・デアロスは、フェリペ5世位、フェルナンド6世位、カルロス3世の統治下で、軍職に身を置き、1709年にはョホの敵団兵連隊に、ベルナリディのマリモン副隊長の部下として入隊。スペイン継承戦争では、ブルボンイエ川に参戦。1714年5月9日、スペイン王の敵団兵連隊機関に任命され、 同年6月30日に、ルシタニアのドラゴネス軍隊長に就任する。1732年に、敵弾兵軍隊中佐、少尉に承認する。1725年12月3日に、バルセロナのサンタマリアデルマル教会にて、テレサブル・サンプソ・モラやレマニデスカリアと結婚する。テレサブルは、ホセ・デブルイ・デモラとマリアナ・デ・サンプソ・イ・ダ・レマニデスカリアの、娘である。 ヘンリはデラファミリアでアリス、ジョゼマリアでアリス、ワイデドウ、バルセロナ1911。ありがとうございます。